白雲の章、守護の説、女神の行方。守護聖人セーロスはかつてのこの季節に姿を現した。フォドラ中で巻き起こる戦火に心を痛めた天上の女神が使わしたのだ。セイロスの頭上では白き者が翼をはためかせ、戦いに赴く彼女らに文字通り追い風を送ったという。1157年、火寒の節、五の日、晴れ。今日はあいつのために花を摘んで帰った。美しい花を抱えて喜ぶあいつの笑顔は花よりもさらに美しく。やめじゃ。お主が生まれる前の日記はどこまで遡ってものろけばかりじゃの。お主には感慨深かろうが、わしは付き合うておられぬ。誰か来たぞ。情けない顔をさらしたくはなかろう。おれ、シャンとせい、シャンと。先生、やっぱりここにいたか。しけた面には違いないが、いつまでも涙に暮れて膝を抱えてるようなあんたじゃなかったか。少し安心したよ。で、何を読んでたんだ？それは、ジェラルトさんの。なるほど、そのようだな。もしや、ジェラルトさんが修道院を出たあたりの話も書かれているのか。そうか。あの人は騎士団長でありながら何らかの事情で修道院を出たんだよな。その事情が先生の出生に関わってるなら、教団の秘密にも近づけるかもしれない。先生、その日記を俺にも読ませてくれないか。あんたにとっても大切なもんだろうが、頼む、俺に貸してくれ。恩に着るよ先生。断られたら夜中に忍び込まなきゃならなかったところだ。貸してくれた礼ってわけじゃないが、ここ最近の情勢を教えといてやろう。レアさんは騎士団を各地に派遣して血眼で敵を探し出そうとしてるよ。すでに何か情報を掴んでいるって噂もある。近いうちに大きな動きがあるはずだ。もしも敵の居場所が分かったとして、あんたはどうするつもりだ？俺は、いや、学級のみんなもあんたが手を貸せと言うなら喜んで貸すだろう。それがレアさんの意向と違ってもだ。一応覚えておいてくれ。みんなあんたのこと心配してる。早く元気なとこ見せてやってくれよな。タレス様が助けてくれるなんて、もうめっちゃ感激。お主が死ねば我らの身の神秘が暴かれる。それを防いだのみ。それにお主には残っておろう。やらねばならぬことがな、クロニー。もちろんゾロンと協力してやるよ。任せといて。ちっ、うるさいやつだ。お主には煩わしかったか、エンテイよ。目を離せぬのだから致し方あるまい。お主は我らの最高傑作。汚れた獣の血を焚き火とし、神をも燃やし尽くす炎なのだから、今こそその力でフォドラを洗い流す時。それこそが我らの救いとなる。ダスカーデ、あんまりで、むごたらしい行いを繰り返してきた貴様らに、果たして救いなど来るかな。全ては
お主が力を得るためにやったことではないか。どうした？泣きたいのならわしが話し相手になってやるぞ。もう立ち直ったか。お主は本に気骨のあるやつじゃな。ならばわしも何も言わぬ。前に向かって進もうではないか。僕らを殺そうとする連中の存在が明確になりましたからね。使えそうなものがないかなって宝物庫を漁ってたんです。もちろん許可は得てます。ただ有用なものはやっぱり騎士団が使ってるみたいですね。紋章の方で面白いものはありましたけど、まあ今はいいかなって感じなので。ジェラルトさんに稽古をつけてもらったばかりだったんだ。なあ、どうして、なんでジェラルトさんが死ななきゃならないんだよ。だっておかしいだろ。あの人が何したって言うんだよ。頼みを聞く余裕はあるか。お疲れ様です。本日は異常なしであります。この間さ、ジェラルト殿と一緒に飲んだんだよ。あの人不器用だからさ、あんたには
ずっとそっけなかったかもしれないけど、あんたのこと喋ってる時のジェラルト殿は幸せな父親の顔をしてたよ。聞いてください、フェルディナント、無理言います。無理ではないだろう。単に君はブリギットに帰る選択肢があるのではと話しただけだ。君は帝国の国賓という扱いだ。万が一があれば外交上の問題になる。こうして身近なものに死者が出てしまった以上、何があるか。私、先生の教え子です。先生どう思います？私、目的果たすまで帰りません。フェルディナント、助言無用です。いや、私も無理強いするつもりはない。誤解させたならすまなかったね。気になってよかったわ。本当に心配したのよ。そうだ先生、お腹減ってませんか？メーチェと二人でお菓子焼いたんですよ。その甘いものを食べたら先生もちょっとは元気が出てくるかなって。今回のお菓子は最高傑作なのよ。きっと元気が出るに違いないわ。ジェラルト殿のこと残念だったわね。力になれることがあれば言って。それが復讐でも力を貸すわ。彼らに好き放題されるわけにはいかないでしょう。しないでくださいね。悲しい時は悲しいままでも良いのです。大切な人を失った悲しみは私にもよくわかります。先生、それは私の。ありがとうございます。なくして困っていたのです。こんなことになっちまったんだ。師匠、せっかく会えたってのに。ごめん、あんたの方が辛いはずだよな。でも私も信じられなくて。これ私が落としたやつじゃないか。助かった。恩に着るよ。失礼だが。あら先生、ジェラルト殿のこと残念だったな。すまない。かけてやれる言葉が見つからん。花を持っていくといい。墓前に備えてくれ。
失礼だが。力が足りねえ。それが分かったんだ。だってよ、俺が全く歯が立たねえジェラルトさんが、俺の未来がどう転ぶかなんて分かんねえけど、何があっても自分で切り開く。そのためにもっと強くなるんだ。先生、辛い時は無理やりにでも動いて食って寝るんだぞ。俺も親を亡くしてるけどよ、そうやって乗り切ったんだ。飯でも訓練でも、おででよけりゃいくらでも付き合ってやるからな。先生、ジェラルト殿のことは本当に悪い。一番悔しいのは先生だろうに。騎士団が奴らの居所を探っているそうだ。何かあればすぐに報告が入るはずだ。お前が復讐を望むなら俺も手を貸そう。先生、やるときはやるんです。
マシュさんだけじゃなくモニカまで敵の一味だったんですね。僕、誰が敵で誰が味方なのかよくわからなくなってきました。彼らは一体何なのか、何のためにこんなことをするんでしょうか。先生、主よ、おいでください。我が愛する人をお迎えください。糸、冷たき雨がその身を濡らすとき、鳥と狼とが夜明けを告げるとき、青き潮の底にお迎えください。瞬く星の一つにお迎えください。セイロス教の死者を悼む聖句の一つ、レア様に教えてもらったんです。ジェラルトさんの冥福祈ってます。大丈夫なのですか。あなたの悲しみは推し量ることしかできませんが、私もかつて母を奪われました。その時は本当にごめんなさい。思い出したら胸が詰まって言葉が出なくて、あなたの悲しみが癒されることを私は心から祈っています。私の次はモニカか。だがこれで一つの推測が立った。トマシもモニカも一時行方のわからなくなった者たちだ。モニカについては失踪前と比べて人が変わったようだったという報告もある。もしや本人はすでに殺され、敵が化けていただけなのではないか。そう考えればトマシがソロンと名乗りを変え見た目まで変化した説明もつく。いかにしてそのような所業を成しているか、その方法まではわからんがな。うん、確かに私のものだ。届けてくれたこと感謝する。何かあるな。ちっと取り出してみよう。この指は見覚えがあるな。思い出したぞ。いつだか墓の前でジェラルトがお主に見せておったろう。この指はいずれお主に譲るつもりだと言うておったし、もらっておいたらどうじゃ。いつか大切な人ができたら送ってやれ。確かそんなことも口にしておったな。そうね、
こういう時にあまり気持ちのいい話じゃないけれど、聞く？ジェラルトさんを指した武器の話よ。探検って話だったでしょ。ただの探検じゃないわね。鉄でも鋼でもない、高い高度と鋭さを兼ね備えた謎の金属のはずよ。そうでなきゃ傷跡の説明がつかないの。何者なのかしら彼らは。あるある、ありがとう。確かにこれ私のよ。何者なのかしら彼らは。君、欲しい人物をなくしたな。まことに今節の課題は我が輩とマヌエラの学級に任せてくれたまえ。全ての指導を変わることはできないが、せめて心穏やかに折れるようにとな。しかし君の瞳には力が宿っている。立ち直りつつあるのか。本当に強いな君は。私が助かったことがどれほどの幸運だったのか改めて分かりましたの。先生、助けてくださってありがとうございます。もし何かご恩を返せることがあればおっしゃってくださいます。あ、それ私のですわ。届けてくださるなんて感激ですわよ。私には人を慰めるなどという器用な真似はできませんよ。彼女の経歴に不審なところはない。やはり彼女の変貌には昨年度の失踪が関係していると思うのだが、それ以上のことは全くわからん。そも誰がなぜ彼女をかどわかしたのだ。トマシュに続いてモニカまで。すみません、全て私たちの失態です。敵の侵入に気づかずジェラルト殿を。あなたには何と言ってよいのやら。先生、どうか修道院や士官学校の者たちも身内だからとあまり気を許しませんよ。今やどこにどのような敵が潜んでいるか分かりませんからな。言葉って舞台上では散々歌い上げてきましたけど、いざそういうことが起こると本当にそんな言葉でいいのって迷いますよね。それでも私の考えを言葉にして素直に伝えるなら、先生が自分の子でジェラルトさんはとても幸せだったと思いますよ。
私が落としたってよくわかりましたね。ありがとうございます。先生、先生なら大丈夫だとは思いますけど、感情に任せず冷静に動くべきだと思います。敵は得体の知れない技術を持っている。侮れば何をされるか分かりません。はい、そうしてください。先生まで失いたくありませんから。まあ、おっと先生、しけた面もだいぶマシになってきたみたいだな。日記は今読ませてもらってる。あの赤子ってのはあんたのことだよな。書かれていることがどういうことなのか俺にはまだ半分も理解できちゃいないが、ジェラルトさんはあんたを大切にしてた。それだけは確かだと思うぜ。これ先生が見つけてくれたのか。ずっと探してたんだよ。ありがとな。ジェラルトさんの名を知らぬ者などいない。惜しい人を亡くした。本当に敵の狙いが何なのかわからないが、許せない存在であることは間違いない。奴らを注するために僕にできることがあれば何でも言ってくれたまえ。ちゃんにひどい噂があるんです。例の悪党たちの仲間なんじゃないかって。そんなこと言うやつ私が。いいんです、ヒルダさん、私は大丈夫ですから。確かにそれが一番手っ取り早いかも。頑張ろうね、マリアーノちゃん。それ私のです。見つけてくれるなんて感動ですよ。先生、ちょっと聞いてくださいよ。マリアーヌちゃんにひどい噂があるんです。例の悪党たちの仲間なんじゃないかって。そんなこと言うやつ私が。いいんです、ヒルダさん、私は大丈夫ですから。これは私の。ありがとうございます。おい先生。やっぱ先生に暗い顔は似合いませんよ。ひとまず元気になったみたいで安心だ。しかし今節は嫌に静かだな。騎士団が出払ってるからでしょうかね。騎士団は総力を挙げて敵の行方を追っていると聞いたが。総力ね、ちょっとやりすぎじゃないか。修道院の守りをおろそかにしていいのかよ。この状況をお前はどう見る。同感だ。敵は捨ておけんが、教団は冷静さを欠いているようにも見える。礼を言う。それは俺のものだ。先生、僕たちちゃんと卒業できるんでしょうか。こんなに物騒な事件が続くとやっぱりなんとなく心配で。
学級のみんなや先生たち全員揃って卒業式を迎えられればいいんですが。おい、そうね、モニカが敵だったって聞いて妙に腑に落ちたような感じがするんですよね。あの子ちょっと変だったし、何がって言われると困るんですけど、そういえば彼女暇があればいつもエーデルガルト様に絡んでいたけれど、まさかエーデルガルト様は。あ、いえ何でもありません。僕怖いです。先生、一体この世界に何が起きているんでしょうか。あんなに強かったジェラルトさんでさえこんなことになるなんて。先生はすごいな。僕も役に立てるように頑張ります。先生、トマシのじいさんじゃないや、ソロンたちの居場所が判明したぜ。封じられた森と呼ばれる一帯に潜んでいるそうだ。修道院からも遠くない。レアさんは一網打尽にせんと探索に散っている騎士団を招集中。多少は時間がかかりそうだ。俺たちにはお声がかかってないが。そりゃあんたが復讐に流行って飛び出していっちまったら困るからだろ。もっとも復讐心なんてなくてもさっさと飛び出してくべきだと思うけどな。待ちなさい、そのような行動私は許しませんよ。騎士団が最も出払っている時に合わせて発見の報告があったのだ。君が出てくることを狙ってわざと姿を見せた可能性すらある。彼らはジェラルトさんを奪った相手。憎いのはわかるが、ここはこらえてくれ。自重なさい、ここは私たちに任せるのです。ジェラルトに続きあなたまで失うようなことはあってはならないのですから。まあまあ聞いてくださいよ、レアさん。これはあくまで戦略的な判断なんです。ゆくゆくはフォドラに鳴り響く予定の俺の軍略、間違いはありません。ほとんどの騎士団は未だ遠く、セテスさんたちが動いて修道院を空にはできない。とすると今動かせる最も優秀な指揮官は先生で、先生には俺たちがついてる。そしてこんなこともあろうかと俺たちはすでに戦闘準備を整えてある。相手に時間を与えていいんですか。これは復讐じゃない、修道院のための出撃ですよ。あなたはそれで良いのですね。わかりました。ではあなたたちに命じます。封じられた森に潜む敵を一人残らず討滅しなさい。何が起ころうとも主の加護を持つあなたであれば乗り越えられるはずです。さあお許しは出たぞ先生。俺たちはやるべきことをやるだけさ。この先が封じられた森だ。見通しも悪いからみんな警戒してくれ。クロード君よくわかるね、全部森じゃない。なに、前にここも探ったことが。ああいや、なんでもない。いいか、大司教殿にも言った通り、これは復讐戦じゃない、いわば謎解きだ。奴らはきっと何か大それたことを企んでいる。それを知る手がかりを得たい。聖廟の襲撃、フレンの誘拐、ルミール村の一件、そして礼拝堂の魔獣。奴らの目的を明らかにし阻止する。それが俺たちに課された使命だ。
使命とは大きく出たな。だがその言葉は嫌いじゃない。難しい使命ですが、私たちなら大丈夫。必ずやり遂げましょう。私を救ってくださった先生にご恩返しする時が来たのですわね。目的のわからない敵というのはそれだけで恐ろしいですからね。悪い奴らを根こそぎぶっ飛ばす、それがお手たちの使命。何でもいいけど私は敵を撃つよ。それだけは譲れない、絶対に。レオニーさん、そうですね。ま、目的を探ると言っても敵に手心を加えるような余裕は俺たちにはない。おのずとジェラルトさんの仇討ちも兼ねることになるだろうな、先生。魔獣のお出迎えとは丁重なことで、奴らここで俺たちを殺す気満々らしいな。あ、来た来た、ようこそ死の森へ。なんちゃって。私の名はクロニエ。この弱っちい女は仮の姿よ。私の姿。ほら、そこの獣さんたち、私が相手してあげる。私に任せてください。さあ、どうするんだ。援護しろ。甘く見るなよ。ぼちぼち動くか。援護するよ。仕方ない、奥の手だ。僕の出番のようだな。お手に行かせてくれよ。私ですか。私ですか。焦らず戦おう。いつでも行けます。ほらほら、のんびりしてると私逃げちゃうよ。もしかして逃がしてくれるつもりかな。みんな優しい。私はみんな殺しちゃうつもりだけどね。無駄だ。
いついたぞ。違いますか。見えだ。教授はあるんでね。格が違うのだよ。すごいです。
ごめんね。私強いのだ。バッカね。そんなんじゃお父さんの仇取れないよ。あんたも殺してあげる。私のこの手でさ。苦しんじゃえ。黒に
お前は獣のはびこる世を救済するその礎となるのだ。奴は飲まれた。禁樹の闇に。未来永劫、うつろな闇をさまよい、再びこの世界に戻ることはない。天帝の剣は惜しかったがな。あなたの言うことなんて信じません。先生はきっと生きています。そうですわ。先生は特別な方なのですから。先生がこんなところで死ぬとはとても思えないがな。確かにまだ死んではおらぬであろうな。だが死んだも同然よ。出口のない闇の中を漂うことしかできぬ。苦しかろう。絶望に飲まれよう。ほう、こりゃいいことを聞いた。我らが先生はまだ死んでないらしい。なら俺たちのすることは一つだな。先生の帰還を待ちながらあんたを撃つ。覚悟するんだね。師匠の無念この場で晴らしてやる。その態度、つまらぬわ。まあよい、望むならば加えてやろう。お前たちを死での行列にな。闇の世、それこそ女神でもなければ出られぬのじゃ。我らの身も心もだんだんといてついてこよう。死ぬ覚悟はできたか？それはそうじゃろう。わしとて死にたくはない。他に術はないか。のう主、ジェラルトの日記は覚えておるか。お主は泣きも笑いもせぬ赤子じゃったと。それはおそらくわしのせいよ。ほとんど眠りに近い状態だったのじゃろう。お主の中にあったわしが作用してな。レアは一体いかにしたのか
お主の中にわしを存在させた。わしはずっとお主と共にあり、お主の中で力を取り戻していった。そう、女神、いや神祖としての力をな。我が名はソティス。それが何の名か、お主は聞いたはずじゃ。始まりのもの、フォドラの守護者にして生きとし生けるものを導く神祖。わしは死して再び舞い戻ってしもうた神祖ソティスの心なのじゃ。高級の闇よりいずる術は一つ、わしの神祖の力を使うより他はない。じゃがわしは体を持たぬ。それゆえお主に力のすべてを渡さねばならぬ。それはお主と一つになるということ。そしてわしは消えるのじゃ。消えると言うてもすべてなくなるという意味ではない。わしはお主になるのじゃ。いつもお主と共にあろう。じゃがこうしてお主と話すことは二度とできぬじゃろうな。寂しいの。わしは常にお主と同じものを見聞きし、お主に散々あれこれと言うてきた。かけらも女神らしゅうなかったやもしれぬが、実に楽しい日々じゃった。礼を言うぞ。わしと共にあったのがお主でよかった。さあ願え。わしとお主の意志が重なれば二つは一つになる。あの森へと戻り敵を討ち、コアッパどもを助ける。それがお主の願いじゃろう。わしとお主の意志は一つとなった。時のよすがをたどりて見出した斧が答え。始まりのものたるわしに示せ。先生だよな。信じてたぜ。あんたなら切り抜けられるだろうってさ。さて、まずはソロンのやつを撃ってから反省会と行こうかね。貴様、ザラスの闇で何を見た。ありえぬ。あの闇を喰らえるのは我が手で始末をつけねば。
戻ることもままならぬか。加減すべきだ。
成長できた気がするよ。お疲れさん。異物にも矜持はあるんでね。今は貴様などにかかずらっている暇はないのだ。まいぞ。わしは貴様が恐ろしい、恐ろしいなどという感情はわしの中になかったはずなのに。だが貴様だけは消さねばならぬ。迷いを払え。不可か、このわしが獣ともに破れようとは。しかしこれで終わりではない。我らの悲願必ずやって
タレス様は。これで終わりじゃないか。いやー、勝ったな先生。よかったよかった。あんたの姿が見えなくなった時には正直肝を冷やしたよ。ジェラルトさんの仇も死んじまったし、終わりよければ全てよし。なわけないだろ。戦ってる時はさすがに後回しにしてたが、終わったからにはさっさと吐いてもらうぜ。その髪、その瞳、そのとんでもない力、一体何があったんだよ。ってことは、つまり女神と名乗る存在がずっと前からあんたの中にいたのか。で、その女神って子が全ての力をあんたに託して消えちまったと。にわかに信じがたい話だが、今のあんたの姿を見ちまったら信じるしかないよな。なんであんたにそんなことが。手がかりはジェラルトさんの日記か。日記を信じるなら、あんたは赤ん坊の頃レアさんに何かされた可能性が高い。おそらくはそれが全ての始まりだったんだろう。あんたは一体何をされたんだ。レアさんは結局何をしようと。先生、どうした？急に倒れ。あ、いや、寝てるのか。これも女神の力のせいだよな。大丈夫なのか先生の体は。つうか、どうすんだこの状態。ヒルダに手伝ってもらって運ぶか。ブツクサ言われそうだが、仕方ないよな。た時の夜すがに灯る炎、川もにたゆたう記憶のかけら。まだ動いてはいけません。大丈夫、何も心配はいりませんよ。あなたを傷つけようとする者はここにはいないのですから。今この時が永遠に続けばいいのにと少しだけ思ってしまう。手繰り寄せられた時を共に紡ぎ、果てなき世を二人で追っていきたい。あなたの身に何が起こったのか、おおよそのことは聞いています。この姿、主より力を授けられたのですね。あなたが天帝の剣を手にしたその時から、私はあなたがいつかこうしてフォドラをあまねく照らす女神ソティスの力をその身に宿すことを信じていました。あなたは私の。さあ目を閉じて、このままもう少しお眠りなさい。私がずっと見ていますから。